ガオー浜田山虎のご不動産です。20年債1年ぶりに高水準です。償還期間が10年を回る超長,長期国債の利回りに上昇圧力が高まっています。新型コロナウイルス感染に伴う株安が一服し、政府の経済対策に伴う国債増発で時給の緩みも意識されているためです。 経済危機の局面で中央銀行は金利低下を促すことが多い。これが大原則ですが、日銀は長長期金利の上昇を引用している節があります、えー。この背景は何になるでしょうか。15日20年祭の利回りは一時、前日市0.01%上昇の0.35%と、2019年5月以来の高水準をつけました。 3月下旬には新型コロナウイルスにリスク回避から一時0.1%まで下落していました。30年祭も一時0.465%と3ヶ月ぶりの高水準になっております。日銀の長短金利政策、イールドカーブコントロールで長期金利の上昇には波及してません。新発10年祭は足元で0.01%まで低下し、 超々期国債との近隣の回りが鮮明となっております。それでは、お先に失礼します。